当にうまい。そして3点はインドのヤキヤです。いや、このインド、スリランカ、カタールというのはマイルリレーでもライバルのチームですからね。はい、ここでリードしておきたいですね。2レーン、パキスタンのフセインが棄権しました。その2レーンを当ててベトナムのトランが1レーンです。さあ、2着プラス2名です。最初の 100m で彼の走りが見られれば確実に残ってくると思いますね。ウォルシュの内側にカタールのアブス、そしてその1人相手内側にインドのヤヒヤがいます。後半型ですからね。 100m で外側のベラも捉えたいですね。スタートしました。外から3人目が日本のウォルシュ・ジュリアンです。前半から積極的な走りということになるでしょう。予選と違いますね。きちっと平の上がった、スピードも上がってる走りですね。ギアを入れています。バックストレート、ウォルシュ・ジュリアン、いいスタートを切っています。インドのヤキヤもそのウォルシュを追っています。内側の白のユニフォーム。さあ、ウォルシュ、これね、頑張らないといきたいですね。トップで上に行きたい。直線勝負になりそうだ。4人並んでいる。インドのヤキヤ、そしてアバスが出てきている。現在ウォルシュは4番目。ウォルシュは来た。そこからさあ2番目に上がっていきた。上がった、上がった、上がった。3番だった、2番だった。第2位でフィニッシュしました。決勝進出、ウォルシュ・ジュリアン、決勝進出を決めました。着順で決めてきました。後半しっかり足を残していました。レース展開を変えたんですがね、まあ、バックスの素晴らしい走りだったんですが、第3コーナーから第4コーナーややちょっとバランスを崩したのかなと、ちょっとためたんですかね。1着ヤキヤのタイムが45秒30。インドのヤキヤが1着、そしてウォルシュ・ジュリアンは4番目から2番目に上がりました。このレース展開は楽しみですね。決勝、つまり前半も持ち味を出していたと思いますけれども、第3コーナーから第4コーナーややこう抑え気味だったんですよね。今ゴルシュのタイムが出まして46秒01です。いいですね。インドのヤキヤの後ろに入りました、ヤキヤに続いて2番でのフィニッシュということになります。1着インドのヤギア45秒30、そして2着が日本のウォルシュ・ジュリアンで46秒01。スリランカのクマラゲが3位に入りました、46秒21。ヤギアがやはり第4コーナーから出てきたときに外側の2人がやっぱり動きがこう固まったんですよね、はい、逆にウォルシュ選手はそこをついた感じでしたね。カタールのアバスは結局4着ということになりました。予